カッテリーノ・カボスは、イタリアに生まれ、ロシアで活躍した、作曲家、オルガニスト、指揮者、カーボスとも、マリンスキー劇場を設計した、建築家、アルベルト・カボスは、カッテリーノの子。ベネツィアに生まれ、1799年により、サンクト・ペテルブルクで、イタリアオペラや、ロシアオペラの合唱、オーケストラの指揮者として活動し、レパートリー形成や歌手。 音楽家の育成など、ロシアのクラシック音楽史において、重要な役割を果たした。また、ミハイル・グリンカが作曲した、オペラ、皇帝に捧げた命に先立つ20年前に、同じ題材のオペラ、イヴァン・スサーニンを作曲したことでも知られる。1775年ベネツィア生まれ、父アルベルト・ジョバンニ・カボスは、フェニーチェ劇場の首席バレエダンサー兼監督だった。カボスは、 作曲家、フランチェスコ・ビアンキに指示し、12歳の時、レオポルト2世のベネツィア訪問を祝して、カンタータを作曲した。14歳の時、サンマルコ寺院のオルガニストに押されたが、カボスはこれを断り、年上の貧しい音楽家に、同ポストを譲った。20代前半に、アスタリティというイタリアオペラ一座に指揮者として加わり、1797年に一座と、 共に、サンクトペテルブルクに旅する。一座は、ほどなく解散したが、カボスは、サンクトペテルブルクに魅せられてこの地に泊まり、ロシアの提出劇場の一員として、フランスオペラ一座のオペラボードビルのための作曲を、手掛けるようになる。1803年、ロシア皇帝アレクサンドル一世によってカボスは、ボリショイカーメンヌイン劇場のイタリアオペラ及び、ロシアオペラの学長に任命される。 同年、スティパン・ダビドフと共に、レスタ、ドニエプルのルサールカ4部作を加筆し、カボスは、その第2部を担当した。また、聖カタリーナ学校や、後に、スモルヌイ修道院で教授を務めた。1805年からオリジナルの舞台作品の作曲を、はじめ、オペラ、見えない王子、同、勇士、イリアー、バレエ、セイフートフローラ、オペラ、イヴァンスサーニン、同、 火の鳥などを完成させた。1836年11月27日、グリンカのオペラ、皇帝に捧げた命が、ボリショイカーメン縫劇場において上演された際には、カボスが指揮者を務めた。カボスはまたルイジ・ケルビーニや、エティエンヌ・ニコラ・メユール、カール・マリア・フォン・ウェーバーなどのオペラ作品をロシアに紹介した。 カボスは、ロシアで40年以上過ごし、サンクトペテルブルクで没した。カボスは、ロシアオペラの力強い衝動者であり、彼の演熟期のオペラは、すべて、ロシア語の台本によって作曲されている。イギリスのロシア史研究者オーランド・ファイジーズによれば、1803年に、ロシア皇帝アレクサンドル・一世が、公設の劇場を支配し、ボリショイ・カーメン・ルイ劇場に、 カボスを配置するまで、ロシアのオペラ劇場では、イタリアオペラしか上演されていなかった。カボスはボリショイ・カーメン・ヌイ劇場を、ロシアオペラの拠点とし、有志、イリアをはじめとするロシアの国民的英雄をテーマに、したオペラ作品を描いた。カボスは、ロシアならびに、ウクライナの民族音楽から強い影響を受けており、後にロシアオペラに強く特徴づけられることになる、愛国的、 伝説的な要素を取り入れた最初の作曲家となった。ロシア国民学派の基盤となるロシア音楽の国民性はイタリア人であるカボスによってもたらされたと言える。ロシアの愛国的なテーマを扱ったカボスのオペラにイヴァンスサーニンがあり、ここで描かれるのはロマノフ朝の最初の皇帝をポーランド人から救った英雄の物語である。これは20年後に ミハイル・グリンカが、オペラ、皇帝に捧げた命で復活させたのと同じ、テーマだった。また、スティパン・ダビドフとの共作による、レスタ・ドニエプルのルサールカ4部作は、おとぎ話オペラのジャンルを形成して、ベルストフスキーやグリンカへと橋渡しする役割を、果たした。イギリスの音楽批評家ジョン・ワラックは、カボスの業績について、次のように述べている。カボスのオペラは、 ロシア的主題を描いている。グ話作家のイヴァン・クルイロフが台本を担当した、勇士、イリアーは、エカチェリーナ2世が台本を執筆した、フェベイに連なるロマンティックな魔法オペラであるとともに、グリンカの、ルスラント・リュドミラを予想させる。火の鳥で扱ったオリエンタリズムの要素は、後に、ロシアの領土拡大とともに流行し、ルスラント・リュドミラさらには、ボロディンのオペラ。 イーゴリ口につながっていった。カボスのオペラの主たる、大本作者は、提出劇場の監督、アレクサンドル・シャホフスキーであり、シャホフスキーによる、オペラ・ボード・ビル、コサック詩人のテクストは、当時の愛国的な感情を書き立て、さらに、イヴァン・スサーニンは、フランスで流行した、救出オペラに多くを寄っている。グリンカが、イヴァン・スサーニンを主題とするオペラ、 皇帝に捧げた命を作曲したのは1836年であり、この時初演の指揮を務めたのはカボスだった。カボスは皇帝に捧げた命によって自作のオペラがとって変わられるだろうと潔く認めた。ものの彼のイヴァンスサーニンは1854年まで提出劇場のレパートリーに残っていた。ジョン・ワラック・カボスの妻カミラ・バリョウには18世紀。 後半のコロラトゥーラソプラの歌手として名声を得た。カミラの3人の姉妹及び2人の兄弟もまたオペラ歌手だった。バリーニカで最も成功したのはおそらくカミラの兄弟アントニオ・バリオーニであろう。アントニオは1787年から1795年あるいは1796年までの約10年間、 ドメニコ・ガルダゾーニのオペラ一座の主席手のール歌手であり、1787年、モーツァルトが自作のオペラ、ドン・ジョバンニを個人上演した時に、ドン・オッター・ビオの役を演じた。その4年後、モーツァルトの別のオペラ、皇帝ティートの慈悲では、ティートを演じた。モーツァルトが歌手に対して、複数のオペラの役柄を割り当てて書いた相手はごく、限られており、これは、大きな名誉だった。 カボスとカミラの長男、アルベルト・カボスは建築家であり、ロシアの主要劇場である、サンクト・ペテルブルク・マリーンスキー劇場と、モスクワ・ボーリショイ劇場の2つを設計したことで知られる。アルベルトの娘カミラは著名な建築家、ニコラ・ベノワと結婚し、3人の息子アレクサンドル・ベノワ、アルベルト・ベノワ、レオン・ベノワの母親となった。孫には、グラフィックアーティスト、画家、 彫刻家のエフゲニー・ランセライ、画家、ジナ・イーダ・セレブレコは、俳優ピーター・ユスティノフがいる。カボスとカミラのジナン・イヴァン・カボスは、サンクト・ペテルブルク提出劇場で、オーケストラの音楽監督や、イタリア・オペラの監督、スモルヌイ学院のインスペクターなど、音楽の訓練と教育に30年間携わった。カボスの娘ステファニダは、 スモルヌイ学院で1822年から1837年まで音楽を教えた後、イタリア人コルイニーニと結婚して、ベネツィアに住んだ。ありがとうございます。